フェンナーローラーだそうです。え、国はイタリアです。あ、イタリア、はい。買ってくださいよ。多少ですよね、結局。すごい記録を言いましたっけ。すごい記録を言ったけど、ちょっとこの前くん、若干寝てきちゃって、連絡で通ってないんですけど、まあ、もうちょっとだったらまた連絡して。
全然余裕です。そう。こんなところに卵置いていくやつなんて。その二択狭い二択ですねそれ。はい、お疲れ様です。モコビットネスです。今日はですね、まあ、いつも通りですよ。ローラーやって、兄貴と戦って、それからチーム連です。はい、お疲れ様でした。で、チャッチャで行きましょう。これ見てください。だそうです。イタリアの、ロードバイクになります。全然僕はこのバイク予備知識が全くないんですよ。まあ多分ロードバイク好きな人がみんなご覧になってるので これすごいよとか多分分かる人は分かると思うんですけども、まずパッと見、驚くのはこのフロントフォークですよ。このビナレロとはまた違うこのトリッキーなこの、この湾曲した感じ、はい、これがこのバイク一番最初に目つくとこですね。で、フロント見てみるとその、ペンナーローラーという、見てください、トレックのようなこの、エンブレムが入っていてめちゃくちゃかっこいいです。動画でわかるかな、銀色になってる、シルバーになってるんですよ。だからキラキラ光ってすごい、セクシーになっております。で、トップトップチューブはスペシャルのターマックのような、湾曲からの細身の、シートステーになっていきます。はい、でコンポーネントは、一つ前のアルテグラで構成されています、ブレーキもで、あと、機械式になりますね。ボトムブラケット、ここがちょっとまた気になりましたね、ちょっと回ってみてみます。結構ほらわかります、結構厚みがあります。だから多分僕の勘だとこれ結構ガシガシ踏めません？これですよね。この雰囲気から見てもガシガシ踏める感じがあって、多分ここが細身なのでダンシングしても硬いだけじゃないっていうのがっていうも分かりますよね。でここ見てください、後ろから見るとちょっと逆ハの字になっておりますね。はい、で前から見てフロントフォーク、はい、ストレートフォークですね。はい、そんな感じでペンナーローラーでした。ありがとうございます。はい、あーもうほんとナビコちゃん面白い、もう鉄人って。さてじゃあ今日は、もうすごい疲れましたよ今日、めちゃめちゃ疲れた、で行きましょう。あーうまいな。そういうなんかね、でそういうなんかポイントかかってなかったり自分たちの仕事しないショーのあのレースの時なんかは集団の中でめっちゃ喋ってるじゃないですか、私たち。そうだよね。2時間はちょっと暑かったんですけど、今日焼けるなーなんて思ったんですけど、このぐらいでよかった。俺も少し走ったんですか。意外にあの時間から出てる割には焼けてないっすね。じゃないでしょ、うん、俺。塗ってますよ、ちゃんと。塗ってない。それで、それっすか。うん。もともと俺、日焼けマシンで焼いてっから、あんまその分じゃあそうだから、そうだからあれ強くてニューゲームみたいな感じ。もう最初からもう焼けてっから、そう冬場もずっと焼いてたから。まあ今後のまた市場になるじゃないですか、うんうん、アルゴン AT のトップクラス書いてあった。そう、あれはちょっと画期的。オークリーやっぱりちょっといつも一個先行くよね。変なとこついてきますよ、ね、ついてくる、ま、みんながメーカーが気づいてなかったことやるよね。ベンツと一緒だよ本当に。そこってところね。そうそう、するとアウディとかが真似するんで、その後後追っかけるように。すげえ B カラーでチーム B 見えるかな。あ、レーザーで彫ってあるんだ。見えます？ほら、チーム B って見えないかな？めちゃかっこいい。ETC カードが挿入されていません。ああ、
もう今ずっとあのいつものショップ来て、でさっきやり合ったあのね、最後あのトレ動画載ってると思うんですけど、鬼引きしたしてくれた人がまだいて、もうずっと喋ってましたよ。もう自転車の話は楽しくて仕方ないですね。でなんかね、こう喋ってて思ってましたよ。なんかね、本当オフ会とかしたいですね。なんか自転車のことでああだろこうだろ、まあ結局僕のなんか滑りっぱなしの会話で終わっちゃいそうな気がするんですけども、まあそれはそれでいいじゃないですか。本当自転車の話で楽しい。もう止まらないっすよ。で、ね、もうちょっとね、いつも通りですけど、最近ね、いろんな人がね、ニューバイク買ってるんですよ。で、ニューバイク買われちゃうと、やっぱりこっちはね、やっぱりね、やっぱ刺激受けるんですよ。で、やっぱり今一番気になっちゃってるのがコルナゴの、V3RS。あれ緑出てんですよね。なんちゃらゴールドはちょっとね、ちょっとなんか、ちょっとすごい感じの色なんであれなんですけど、グリーンのやつはね、めちゃ欲しい。なんかね、だけどね、今いいバイク乗ってるからね、多分、まあ、買いはしないと思うんですけども、今ね、一番暑いっすよ。はい。はい、お疲れ様です。ですね、先ほども今イワシ買ってきて、今日は高強度トレーニングの後なんですけども、もう最近はクリーンなもの、週に1回結構好きなもの食ってたんですけども、もうねちょっといい加減にやめようと思って、クリーンなものでちょっと食生活をしてます。ジャンクは食べてません。でですね、前に買ったやつがあって、もうね2ヶ月以上超絶ハードに使っていて、とうとう壊れました。新しいマッサージガン購入しました。 UFIT リリーサーというマッサージガンです。結構ようやく認知されてきて出回ってきて、まあいわば結構後出しの部類に入ると思うんですよ。だからこそなんですよ、いいところも悪いところも全て分かって出してるんで、これねめちゃくちゃ使いやすい。まずね、まあ値段はね1キュッパなんですよ。だいたいこの手のグレードの値段はだいたいこれが相場なんですよ。だいたいこの値段帯が、だからこの値段帯で狙うんだったらこれめちゃくちゃいい。さっきも映したけど、ここ後ろモニターついてるんですよ。これね、めちゃくちゃ使いやすい。基本的に前持ってたやつも、3段階だ。3段階とかなんですけど、これね、滑らかにね、0から20段階。で、
20までパチパチパチって最大にしたいときバーってやるのめんどくさいと思うでしょ。こうね、プラスのところね、ずっと押しっぱなしですとね、簡単に最大までいくし、大体ね、このさじ加減がね、細かくできるんですよ。で、そんなさじ加減なんて細かくいるのって思いますよね。いるんですよ。なんでかっていうと、体の部位によって強さをね、これ本当に変えるんですよ。大概こういうマッサージ機械って慣れてきちゃうと、もう今日でずっとやり続けちゃうでしょ。もう弱なんて使わなくなっちゃうと思うんですよ。ところがね、マッサージガンの威力ってこれ本当に半端じゃないので、かなりね、その20段階をこうシビアに動かせるってすごくメリットでかいんですよ。で、例えば足裏だったら結構強めにいけるんですけど、四頭筋とか大マックスでやったらとてもじゃないけど痛すぎちゃうんですよ。そういった 中でもこれ細かく設定できるのめちゃくちゃいいです。だからとりあえずこの値段で買うならこれ、おすすめですし、おすすめのポイントは若干軽い、このグレードの中では、軽い方に入ります、間違いなく。でここの無段階に0から20の、滑らかな、強弱、これめちゃくちゃいい。はい、これはもう買ってめちゃくちゃ良かった。はい、でですね、なんかこんななんかショッピングチャンネル的なのはちょっとここにここで置いといて、最近ね、本当トレーニング非常に調子がいいです。最近僕勉強チャンネルでカーボ糖質の話を結構何週にもわたって強めに発信しています。相当勉強しました。かなりカーボっていうのは大切なんだなってことが改めて分かって、それの取り方をきちんとやったら、今日も155キロ走ったんですけど、さすがに最後めちゃくちゃ速い人たちと走った時はさすがにもうベースとなる疲労がもうねピークになってきたんでさすがについていけなかったんですけども、155キロもう走った後で、もうびっくりするぐらいパフォーマンスが下がりません。質のいいトレーニングができます。だから皆さんカーボ本当に大切に、考えてください。これも実感しているのでぜひ皆さんカーボ、しっかりとっていきましょう。はい、そんな感じで今日は終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。